県政フラッシュの時間です。仮称県立工科大学設置などの事業見直しを受けて、山下知事が三宅町の住民に説明会を開きました。大和平野中央田園都市構想では、三宅町の岩見地区で仮称県立工科大学の設置を軸に新たな産業を育成する計画でしたが、山下知事は数百億円の出費で大学を作っても卒業した若者の多くが県内にとどまる見込みがないなどとして、事業の見直しを表明しました。三宅町の森田町長が知事に働きかけて開かれた説明会では、町民から大学を作るというから土地を手放したなどの厳しい意見が出されました。山下知事は事業の見直しをお詫びするとした上で、少子化が進む中、新しい大学を開学しても優秀な学生を集めるのは難しいなどの課題を挙げ、大学以外の土地の活用方法を練り、町と協議する方針を示しました。万葉集を分かりやすく読み解く連続講座が県立万葉文化館で開かれました。万葉集は日本に残っている最も古い歌集といわれ、収められている和歌は4500首余りあります。講座は県立万葉文化館の研究員がそれぞれの得意分野を生かして解説するものです。今回は井上さやかさんが万葉集牧七から造花・帰路の歌をテーマに話し、秋風や鳥をテーマにした歌などを取り上げて旅に出て作った作品であることを説明しました。また牧七は作者がわからない歌を集めた歌集だといい、歌の作られた時代背景などを推測するには、作者などがわかる他の牧の表現などと照らし合わせることが大切だと解説しました。訪れた人たちは万葉集の読み解き方を興味深そうに聞いていました。ではお知らせです。奈良の美しい山と川を次世代に残すことを目的としたイベントの参加者を募集します。県では7月第3月曜日を奈良県山の日川の日、7月と8月を山と川の月間に定め、自然に親しむことができるイベントを行っています。8月19日土曜日に開かれる催し、山を知り山に癒されるでは、川上村の森と水の源流館で水の循環について学び、その後吉野町でハイキングやキャンドルホルダー作りなどを行います。参加は無料で、対象は県内に住む小学生とその保護者です。定員は25人で、参加を希望する方は7月31日までに電子申請のいいことならからお申し込みください。詳しくは奈良県水資源政策課までお問い合わせください。夏休みの思い出作りにぴったりな手作りおもちゃの工作教室に参加する方を募集しています。この教室では竹などの身近な材料を使って、8月5日にタケノコロケット作り、8月6日にリング飛行機作りに挑戦します。いずれの日も午前10時、午前11時、午後1時、午後2時からの合わせて4回行います。場所は県立大和民族公園で、参加費はプログラム1つで500円です。対象は小学生以下で、保護者の同伴が必要です。参加を希望する方は県立民族博物館に電話するか、窓口でお申し込みください。先着順で各回定員5人に達した時点で締め切りとなります。詳しくは奈良県立民族博物館までお問い合わせください。以上、県政フラッシュをお伝えしました。